皆さんどうもピーマンドウエスというわけで、今回の実況では御三家の中の一体ですね、人影を目当てに外をぶらついてポケモンをゲットしていこうかなと思う。未だね、御三家の中で持ってないのは人影だけなんだよね。ゼニガメもそして不思議種ももうゲットしています。ただ人影だけが本当にどこに行っても捕まえれない。我が家周辺ではまだ一度も見たことはないですね。なので今日はちょっと遠くまで行ってですね、まあ言うほど遠くまで行かないけども、捕まえていきたいと思います。絶対に俺は欲しい。なぜか俺は最初の選択画面で不思議種を選んだからね。そんな好きでもなかったのに、いや俺御三家3体全部もらえるのかなと思ったらもらえなかったっていうね。人影を目当てにやっていこう。何匹捕まえた？カモン人影来い。CP 高いな。来い来い。あ、うわ、マジで？アイテム使わんよ。来い、頼む来い。うわ、ちょっと待って、逃げんよな。よっしゃ、ナイスや。お腹当たった。絶対いける。今ちょっと腹痛で逃げれんの。よっしゃ、オッケー。いいね人影。進化させるのまだまだ雨必要やけど、おお、かっこいい。あれや、スイカの、あの、ケースのスイカラーじゃん。マジかよ、フーディンか。イーブイはどこおんねん。イーブイおらん。バグなんかな、俺のイーブイ全然おらん。下か、いや、どこおん。もっと右よ。ほんまや。だってこいつがタックルしてくるもん。これはどうや。はっ、何こいつも俺がモンスターボール投げると同時に頭突きしやんの。 CP13 の EV が調子に乗るな。ちょっと待て、これどこ。怪物やな。CP25 のカスやけど。うん。俺25。よっしゃ、取れた取れた。カモンカモン。よし、初めて取ったモンスターの CP が25って本当にクソすぎるな。あー
い、無事人影の方を捕まえることができましたよ。これまたもうゼニガメを捕まえた時と同じですね。もう近くにいました。もうふざけんなよ、なんでそんな家の近くにいるんだ。いや、ありがたいけどね、ありがたいけど、俺はもっと冒険したかったのよ、旅をしたかった。なのに家から出て数十メートルのとこにいたからね、ゼニガメと同じ。まあ、ゼニガメの時みたいに2匹連続で現れることはさすがなかったけどね。うわー、嬉しいんだけど、なんだこの気持ち。嬉しくない、嬉しくないってことはないけど、なんかちょっとちょっぴり残念。苦戦して、くそ、やっぱ人影は捕まえれねえかって思った時に目の前に現れてくれた。ドラマ的展開、実況動画的にも盛り上がっただろうね。ただ家から出て、さてこれからやろうって思ってたらもういたからね、どうしようもないよね。まあ、でもゲットできたのは非常に嬉しいですよ。これで御三家のモンスター、不思議だね、ゼニガメ、そして今回の人影、全部揃いましたからね。ただ進化するためにはこれ、まあ、次の進化はリザードですね。リザードに行くためにはもう一つありますから、途中のリザードに進化させて次リザードンっていう感じなので、これ進化させるためにはアメが25個ですか、いりますからね。ほんで引っかくとニトロチャージを覚えてるね。これがいいんだよな、引っかくがかなりいいらしいですね。ノーマルタイプの中でも、強い技なので、これ対戦の時に使えるっていうのをネットで見たんでね、これなかなかレアな人影でございますよ。うん、まあ今後も人影を捕まえることがあればですね、進化させていきたいと思いますので、その模様は実況動画で出していこうかな。とりあえず目的である人影を捕まえることができました。今回見てくださった皆さんありがとうございますよ。そしてね、これ人影を捕まえている最中にね、あれなんだろう、ケイシーの進化ですね、フーディンとなんか一つもう一個上いるよね、あれらしき新ケイシーの進化後のモンスターのね、シルエットが近くにいるモンスターリストの中にあったのよ、これ。でもね、いくら探しても捕まえることができなかった。あいつ気になるな。この辺にいますからね、僕の我が家の周辺に。あれ捕まえますよ、絶対に。なので次回の実況はあのモンスターを捕まえに行ってみよう。てなわけで、今後のポケモン GO 実況もお楽しみにね。じゃあ今回ここまで見てくださったみんなありがとう。バッテリーももうそろそろ切れるよ。次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会おう。